まあ、今回どういう名言でいこうかなと思ってる中で、はい、めちゃくちゃベタなやつあれかなとも思ったんですけど、大人にしてくれたっていう意味で言うと太宰も入れときたいなと思って、人間失格にある言葉なんですけど、弱虫は幸福をさえ恐れるものです。綿で怪我をするんです。幸福に傷つけられることもあるんですっていうのがあって、すごいわかるというか、これも20代前半の時にも繰り返し引用してたんですけど、いろんなとこで、この感覚が結構太宰を読んでいくにあたって大事なとこで、太宰ってやっぱ実家が金持ちで見た目も良くて、当時にしては背も高くて、こう周りから見たら羨ましがられたりする部分もあったんですよね。で、東京来てなんか貧しかったりしたんですけど、だけどそういう置かれてる環境と無関係に誰かがすごくしんどいと感じるようなことがこの世の中にはあるんだっていう、そのしんどさみたいなもので自分が傷つくなら傷ついてていいというか、なんかそういうふうに思わせてくれる。だから三島由紀夫とかが太宰が抱えてた悩みみたいなもんは寒風摩擦したら大体解消できるもんやみたいなことをわざとそういう言葉で言ったりするんですけど、みんながみんなやっぱその精神的な強さを持ってるわけじゃないから、そうなるとやっぱこの太宰のちょっとわがままにさえも感じる言い回し含めて、僕からしたらよくぞ言ってくれたみたいな。僕らって正直食べることに困って明日どうなるかわからんっていう暮らしはしてないじゃないですか。それはお金がなかった18区の頃から死ぬ死なへんまでは行ってないというか、その中でこういう言葉があるっていうのが、幸福に傷つけられることもあるんですって言ってくれる。で、ただ言うだけじゃなくて綿で怪我をするんですみたいな言い回しにが入ることによって、そうかもしれないっていうのと変に納得させるみたいな強さがある。弱いけど相手にちゃんと有効な打撃を与えていくみたいなところが好きですね。だから下げた頭で相手の鼻狙いに行くっていう、僕がなんか人間かなんかに書いたフレーズがあるんですけど、なんかそういう感じもするというか、実はめっちゃ強いんちゃうかみたいな。これも教科書で出会ったんですけど、中島敦の三月期っていう作品の中にあった、人生は何事もなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短い。なんかこれがやっぱり当時ハッとして、三月期って教科書に出てきた中でもあれ難しいなみたいな、でも一個一個の表現すごいかっこいいなみたいな、僕らが知らん世界を割と教えてくれたり、話そのものもすごい好きなんですけど、まさにそうやなっていう。手塚治虫さんがあと1年の命やと思ったらみんな死ぬ気で生きるやろと、そういう気持ちで生きなあかんみたいな、ああいう言葉もハッとしましたけど、なんかこれもこの小説の中にこれが出てきて、確かにそうやなと思って、年上の先輩とかと喋ってると何歳みたいな、40歳、ああまだ若いな、いろいろできるやんって言われるとなんか嬉しくなるんですけど、そうなんだみたいな、結構来たなと思うけど、先輩からしたらまだまだそうなんやって思える。で、そういうのをこういう言葉だとすぐにそういう気持ちになれるというかですね。三島由紀夫の絹と名札の中の、若さが幸福を求めるなどというのは衰退であるっていうのがあって、これもやっぱりなんか嬉しいというか、うん、やっぱその時期はいろいろチャレンジもするし励みもするしっていうのが、まあ、あるべき姿やっていうことを、まあ、言って
ると思うんですけど、僕はまだ幸せじゃなくてもいいんだって思えるというか、あ、今ちょっとしんどいなみたいな時期があってもこれでいいんやなって思わせる、三島由紀夫が言ってるから いいよねって思わせる、うん、力がありますね。これあれですね、71番の太宰さんとのこの幸福っていうところでは、そうですね、幸福って言葉は出てきてるんですけどね、人間失格とか読んでてもそうなんですけど、自分がようやく信用できる人と出会えたっていう、ですごくいい時間を過ごせて、この人の純粋性みたいなものだけは守りたいなみたいな風に思ってた、その環境が崩れていくかもしれないっていう恐怖と、実際に崩れた時のショックみたいなものが人生の経験としてこう蓄積されていくと、幸福がどんどん怖くなってくる。そうやったらもう最初から仲良くならんとこうとか、もう誰にも期待しません、私は幸福を目指しませんっていう、太宰と、しんどくて当たり前やろっていう三島のね、なんか面白いですよね。でもこの太宰のこの感覚は僕なんかすごい分かるんですよね。あの子供の頃サッカーの試合とか母親に見に来んといてくれって言ってたんですよ。母親を見ると感情が緩むというか、家におる時のだれてる感じになるというか、試合中はもうこう思いっきり闘争本能をいかにこう高めるかみたいな感じでやりたいんで、だから試合見に来る時も見えへんとこに立ってくれって。で高校の時に初めてお付き合いした恋人ができて、でインターハイの予選あるみたいな、見に行きたいみたいな、いやこれ事情があってちょっと見せるわけにはいかんねんとで説明したけど、えそれなんかもうさすがにそれはちょっと理解できひんみたいになって、分かった、ただ俺の視界に見えるところには絶対おらんといてって言って、分かったみたいな。で試合始まったら、まあ、母親は高校の時はもう親が見てる流れに立たんと不自然やからもうそこにいるんですけど、その母親の横に彼女が立ってて、はい、いやどこに立ってんねんって横並んでるやんみたいな。で2人は面識ないんですよ。で誰見に来たのみたいなことを生まれたら、なんか他の親となんか彼女が喋ってる感じがあって、しかも僕は左サイドの時左サイドの流れにおって、それが準決ぐらいの試合でめちゃめちゃ、まあ、いい試合やったんですけど、はい、ボールが外出て、はい、外出た後もスローインしようと思ったら、そのボールを彼女がこうやって頑張ってやつを出す、いや一番 やったらあかん、そのドラマとか映画ではあるかもしれんけど俺が一番嫌いな、腹立つわと思いながら、でももうさすがに高校生やったんで、はい、なんとか気持ちを抑えてなんとか平常心でできましたけど、基本的には小学校中学校の時とかは見られんのが大嫌いですね。あの劇作家の岸田國士さんっていう人が言ってる言葉で、あることを言うために芝居を書くのではない、芝居を書くために何かしら言うのだっていうことを言ってるんですよね。これが言いたい、このテーマでこういうことを伝えたいから芝居を書くんだっていうのではないと、芝居っていう世界を構築するために何かしら言うのだっていう、その途中でそういう言葉がついてくるっていう意味やと思うんですけど、なんか僕はそれ正しいんじゃないかなって結構思うんですよね。何かを言うためにその表現方法の一つとしての芝居みたいなことを考える方も多分いると思うんですけど、はいはい、だから何かを言うために芝居を作ってしまった場合、登場人物たちは特に思ってもないのに作者によって言わされてることになるじゃないですか。で芝居を書くために何かしら言うってことはなんかもっと自然なことが言えたりするんかなっていう。小説書いた時とか、小説のテーマ何ですかとか聞かれた時に、ないですって言ったら結構驚かれたんですよ。テーマとかこれ読者にこれを伝えたいとか言われても、
小説書いたものがそれであって、それを伝えてそこで答えられるんやったらそれ言えばいいだけのことなんで、そういうものはないというか自分じゃ分からんというか難しいんですよね。なんでなんかこれは完全には分からんけどなんか分かるような気がするぞっていうのが面白いんですよね。萩原朔太郎の月に吠えるっていう詩集の序文にある言葉なんですけど、死は神秘でも象徴でも鬼でもない、死はただ辞める魂の所有者と孤独者との寂しい慰めである。誰かにとっては死は神秘かもしれんし象徴かもしれんし鬼にもなりうると思うんですけど、萩原朔太郎はこう言い切るんですよね。で要は死というものはなんかまあ疲れてる人とか辛いなと思ってる人と孤独な人との間にあるものやみたいな、慰めであるっていうのがなんかねすごく僕は好きで、まあシーカとか音楽のいわゆる歌詞みたいなものについて何かを言うときにやっぱ気をつけなあかんなって思うのが、こういう関係性のもと成立してる誰かとその作品のものやから、誰かが勝手にこの歌詞はこういう意味なはずやとか、この俳句はこうだ、この短歌は絶対にこうだっていう聞こえ方をしてしまうと、やっぱその作品に対してすごく失礼やし、これがまあある時代の一人の詩人がこう言ったならばそういう可能性があるんだから、やっぱそこの扱いは慎重にせなあかんなと思われるというか、だからあくまでもこれは僕がこういうふうに感じたとか鑑賞したとか、そのタイミングの僕にこういうふうに響いた、劇場っていう小説を書いて、その小説の中で主人公の永田ってやつが家でサッカーゲームばっかりやってるんですけど、そのサッカーゲームを永田は小説家の名前をつけて、太宰と芥川がツートップでいてとかサイドに誰がいてみたいなことで永田をやってるんですけど、ずっと永田が朔太郎出したろかみたいな朔太郎出たら終わりやぞみたいなことをずっと一人でやりながら言ってて、朔太郎を最強のプレイヤーとして永田は感じてて、それは多分これこそ魂の師匠やみたいな感じで思ってるんやろうなっていうふうに、まあ、自分で書いてて、そうなんですよね、錯覚起きそうですね。だから細かい話なんですけど、永田っていうやつと咲っていう登場人物が一緒になんか生活してるというか、その咲が住んでる下北沢のそのアパートみたいな場所はめちゃくちゃ裏設定ですけど、朔太郎が住んでた家の跡地に建ったアパートっていう設定で、下北のあの緑道というか遊歩道みたいながあって、そこに朔太郎がすごいそれが好きで作品にも読み込んでる鉄塔みたいなのがあるんですよ。雨の日とかにその架空線のバチバチって火花が散るみたいな、芥川も書いてるんですけど、紫の火花って言ってるんですけど、朔太郎は多分それは青猫って表現してたんじゃないかな、その詩人的な感覚で、でのその鉄塔というか、そのなんていうんですかね、ああいうの電波塔みたいなやつの近くになんか住んでたみたいで、そこに住んでるっていう設定に勝手にしてたんですけどね。すごいディテールへのこだわり。そうですね、歩き回ってどこに住んでたんかなとか思いながら見てここやなみたいな。高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。